あ、そうだ。じゃあちょっとこれ持っててもらって、じゃあ向こう行っちゃおうか。あの鳥行きたいんでしょ、うん、だって一日向こう行くと人がいっぱいいるんだよね。そうっすね、はい、これかここは一応公園なんだね。なるほど。沖ノ島公園とは千葉県館山市にある公園、城跡の心霊スポットで沖ノ島公園と呼びます、ね。沖ノ島公園では正体不明の幽霊、少女の幽霊、女性の幽霊が目撃されているため心霊スポットと呼ばれている。心霊現象や怖い噂、海上自衛隊の基地のすぐそばにある人気の観光スポットで、もあると。あ、海水浴場もあると。はい、はい、終わった？まだですだなんでずっと踊ってなきゃいけないんだよお前さ、海撮れよ。私夜海撮ってるよ。海撮ってたらあなたが映ってんだよいや違う違う、おかしいおかしい、パパラッチがないからの、はいはい。しかしこの辺りは水死体がよく流れ着く場所とも言われ、この海水浴場で遊泳中に足を引っ張られたという話もある。また夜中に海を見ると手が何本も出たり、一人で夜釣りしていると子供の話し声が聞こえてくるなどの噂もある。あ、長えなこの島にはその他にも旧日本軍が建設した防空壕と思われる洞窟があり、なかなかの雰囲気がある。お、防空壕ってか、多分防空壕みたいな戦争のやつがあるらしいぞ。また自衛隊基地を挟んで向かいの東側には鷹の島があり、ここには、あ、そうなんだ。鷹の島と沖の島っていうのは、関東大震災の突起により、干潟ができて、陸続きになったんだと。へぇ、何やってんの？遊んでる。なるほど。